親がこう離婚して離れてしまうんですよね。だから信仰も失ったし、結婚も解消になったっていう。でそれがすごい個人的な理由で、本当にこう母親もそうだし、自分自身のこともこう簡単に言ったら裏切るような形で出ていったっていう。自分が、人生の一番最初の時期に一番大切な存在から愛を裏切られたっていう、なんかそれがすごく自分の傷跡として残って、教会ではすごくこうお兄さんお姉さんから可愛がられて、それで、教会は個人的にはすごく居心地のいい場所で、で行くのはすごく楽しみだったなと思っています。一方で、じゃあそれでこう信仰を持っているかって言ったら、そういった感じではなくて外に行ったらというか、学校に行ったら学校での姿みたいなのがあって、私教会で、高校時代とか結構頑張ってはいたんですけど、また信仰があったから頑張ってたというよりは、周りからこう褒められるからだったりとか、周りからこう称賛を受けるのが気持ちよくて、頑張ってたっていうのは、率直なところかなと思います。神様いると思ってたりとか、ために生きることがこう善なる生き方だみたいなことを学ん でそのままこうそういうふうに思ってやってきたんですけど、でもなんでそうなのかって言われた時に、それにこう答えられない自分がいて、いや本当にそうなのかっていうふうに疑うようになったんですよ。でだからこう神様って本当にいるのかとか、一体結局善悪ってどんなものなのかみたいなことが分からなくなって、でそれをこうずっと悩んでたら、もし本当にこう神様がいなくて、この世界に人生の目的なんてものが存在しないんだったら、いつ死んだってええやんみたいな、なんかそうい こう発想が出てくるようになって、でそれがすごく苦しかったんですよね。原理講論の創造のところをそこで高一の時に開いてみたんですよ。でそれでその原理講論の内容を見ながら、何を感じたかというと、それが真理だっていうふうに思ったわけじゃないんですけど、でもそこで綴られてることを見ながら、あ、これを書いた人は僕と同じか、それ以上にこの人生の問題についてめちゃくちゃ必死に悩んできたんだなっていうことが分かって、だからそのなんていうんですか、自分がその苦しい思いを抱えてるってことをこの人は分かってくれてるし、でその苦しさに共感しながらこの文章を書いてるんだなっていうのにがすごくこう感じさせられて、でこの苦しみを分かってくれる人が必死にこの真理を解き明かそうとしてこれを書いてくれてるっていう風に思うと、なんかそれだけですごく安心できて、でそれで、あ、なんかここにいていいんだなっていう風に思わされたっていうのが、自分がこう初めて、信仰を自らこう求め始めたっていう意味では結構大きな体験だったのかなと感じています。それはちょっと特殊といえば特殊な家で、で、僕が生まれたのが生まれた家庭があるんですけど、でその後にその父親がこう離婚して離れてしまうんですよね。信仰も失ったし、結婚も解消になったっていう。で、それが僕が1歳とかそれぐらいの時で、その時の記憶っていうのはほぼなくて、その時のお父さんの記憶っていうのはもうかすかにある、なんかパッとこう何て言うんですかね、なんか画像だけがちょっと残ってなくはないみたいな、なんかそういう感じなんですけど、お母さんが再祝福を受けて、でそれで、新しくお父さんが入ってきて、はい、で下に兄弟が何人かいるんですけど、そこはなのでその新しい祝福で生まれてきた兄弟っていう状況で、その高校を卒業するぐらいか、そういう時っていうのはすごくこう自分のことで悩むことが多くなってきていて、その祝福家庭なので、基本祝福家、なんか世の中だと片親の方とかたくさんいらっしゃると思うんですけど、でも祝福家庭っていう、その両親がいて当たり前と、
まあ、なんかそういう状況だったりとか、離婚はなくて当たり前みたいな、なんかそういう状況の中で、うちの家だけ、なんかそうではないっていう状況に対して、どこかこう、寂しさだったりとか、なんかこう、いわゆる、まあ、比べて、それで自分はちょっと悲しい立場にいるな、みたいなことを結構感じるようにはなっていて、まあ、その復帰されてないあのお母さん母方のおばあちゃんから、あのなんでこうそのもともとの自分の肉の父親があの出て行ったのかっていうことをいきなりこう暴露された時があって、でそれでそれがすごい個人的な理由で、まあ本当にこう母親もそうだし自分自身のこともこう簡単に言ったら裏切るような形で、で出て行ったっていう話だったんですよ。でそれまでは、まあ、なんとかというか、まあ、それでも神様の指導だと思って、でそれに対してそんなにこう深くは思い詰めずにやってきたんですけど、その話を聞いた時にもう自分でもこうそれは抱えられなくなってしまって、でそれでもうなんていうんですか、ものすごいこう強い恨みに駆られたんですよね。自分が、まあ、人生の一番最初の時期に一番大切な存在から愛を裏切られたっていう、なんかそれがすごく自分の傷跡として残って、だからなんていうんですかね、まあ、すごく人に対しても、まあ、あの絶望したし、まあ、なんかそういうこういうことがあったって話はできるんですけど、でもどうせこんな自分の悲しみとかこんな自分の痛みとかっていうのはあなたには分かってもらえないですよねっていう、なんかそういう思いがすごく強く出てきていて、神様から愛された体験とかも確かにあったし、で周りからたくさん愛されてきたなとは思ってるけど、人生根本的には愛されてないっていう、なんかそういうこう自分の中で思いがあって、でだから根本的には自分は大切ではない存在であるというか、自分はどう生きたってまああのいいというか、あのそんなこう価値ある存在じゃないっていうような思いがあったんですよ。なんでこう私をこんな境遇に置いたんですかっていうふうに神様にこうお祈りしてた時があって、でその時に一回その神様から答えが返ってきたっていうか、なんかその思いが伝わってきたみたいなタイミングがあって、でそのとすごいこう自分は悲しく訴えかけた時に神様から本当に申し訳ないっていう、なんかそういう思いがこう伝わってきて、なんていうか神様がそういう状況に自分を置いていることが一番苦しくて、でそれで本当にこう申し訳ないし、本当にこう神様が一番悲しさを抱えながら、それでも何とかしてこう自分と自分の母親を守ろうとして導いてこられたんだなっていうのを感じさせられて、あ、自分は人生を通して愛されてきていなかったと、まあ、そういうふうに思っていたけれども、まあ、本当は愛されてきた存在だったんだなっていうのを、まあ、そこで感じさせられて、新しく入ってきてくれたお父さんと、なんていうんですかね、もっとこう関係を深めていこうみたいな、まあ、なんかそういうアドバイスを受けた時があって、お父さんに対して、まあ、祝福をあの受けて自分がいるっていう話を聞いた時にどう思ったかとか、あとそのとこどういうふうな思いで育ててきてくれたのかみたいなことを聞いてみたことがあって、でそれをしたら、自分では全く想像してなかったような答えが返ってきて、で一つはそのまあそのうちのお母さんをお父さんが紹介されて、でそれでその時に、まあ、そのもうすでに一回祝福を受けて壊れてしまっていて一人子供がいますっていう話を、まあ、されて、でお父さんが最初に何を思ったかっていうとって話なんですけど、まあ、最初から子供がいるのもいいもんだなっていうふうに思ったんだっていう話をされて、まあ、そういうふうに迎えてくれて、でそれでその後、まあ、その教会のスタッフをしてたので、まあ、要は祝福を受けて家庭を祝福のマッチング家庭であるはずなのに、祝福を受けて家庭を持った瞬間に4歳の自分を教会に連れてくるっていう状況が起きて、でそれでスタッフなので、まあ、いろんな他のスタッフの人たちもいる状況の中で、これはどういうことだみたいな、なんかちょっとこうなんて不思議な目をこう当てられたんだみたいな話をしてたんですよ。でその時にお父さんが何を思ったかっていうと、開拓者の精神で行ったんだっていうふうに、まあ、答えてくれて、でなんか結構なんかちょっとこうこだわりが強い、ちょっとこう頑固めの人間的にすごいとっつきやすいお父さんではないんですけど、でもなんかその話を聞いた時に、それはなんていうんですかね、こう自分を養子として育ててくれるお父さんっていう
もはやレベルじゃなくて、本当に自分のことを自分の実の子供だと思って、で、大して来てくれてたんだなっていうことがそこで感じさせられて、で、お父さんに対しても本当にこう頭が上がらなかったし、でもう一つは、ご父様がその自分の両親をマッチングしてくれるときに、自分の母親のこともそうだし、自分のこともこう思いながら、そういうこう自分の母親と自分自身に対して一番ふさわしい、そういう父親を与えてくれたんだなっていうのをそこで感じさせられて、だからなんていうんですかね、お父さんのそういう実態を通しながら、ご父母様が本当にこう自分の親として本当に一番こういい環境の中で全くご父母の愛を受けながら育てられるような環境を作ってあげたいっていう、そういうこう親の心情みたいなものがあって、でそれでそういう両親を与えてくれたんだなっていうふうにすごく感じさせられたんですよね。だからそこからこうご父母様っていう存在が、あ、本当に自分の父母なんだなっていうふうに思えるようになって、まあなんていうか、ゲニコロを見ると、そのメシアは、誠の父母として来なければならないっていう言葉があると思うんですけど、それはこう自分にとっては、なんていうんですかね、そういう意味で、ものすごい、なんていうんでしょう、ちょっとかっこいい言葉で言ったら、福音中の福音というか、やっぱりこう人間、こう誰もが、本当にこう完全な父母の愛を求めていて、誠の愛を持った、そういう父母っていう存在が現れる中で、まあ、そういう今までのその父母の本当の愛というか、それを求めてきた人類の苦しみが解かれてそれで本当にこの世界に平和ができるようになるっていう、だからこのなんていうんですかね、こうメシアは誠の父母であるっていうのは本当にそうだなっていうのを、自分自身のそういう体験を通してこう身をもって感じてきたなっていうふうに思っています。やっぱり両親を通して、両親から自分が育ててもらいながら感じたのは、なんか信仰はこう両親から教わったからやったという以上に、本当にこう両親を尊敬したから、だから信仰を持つようになったというか、結果でしかないなっていうふうなのを感じていて、だからただこう教会に行くとか、ただ訓読させるとか、なんかそういうところをこう教えたいんじゃなくて、なんか本当に生き方をなんていうんですかね、こういう生き方したいっていう風に思ってもらえるような親でありたいなと思っていて、祝福だから幸せだっていう話じゃなくて、まあどんな人生生きたとしても幸せってなんか与えてくれるものじゃなくて、自分で努力して掴んでいくものだなっていう風に思っていて、一つ一つのことを乗り越えながら、もっと信じ合える関係だったりとか、もっと心が通じ合う関係だったりとか、なんかそういうものがこう掴めてきていることがすごく嬉しくて、でなんかそういうふうに、まあさっきは、まあなんか個人としても生涯成長していきたいなって思ってるんですけど、まあその家庭っていう次元で見ても生涯こう成長していくというか、なんかそういったところにすごく喜びがあるなっていうのを感じています。